ピストも赤手です。さあ今回は八重美子の持ち吹雪、そしてイベントで配布される無料武器の性能が分かったんでちょっと話していこうかなと思います。まずは八重美子の持ち吹雪ですね。神楽の真意、基礎攻撃力が608、回避ダメージが 66.2% で、武器スキルが元素スキルを発動すると神楽の舞効果を、獲得する。この武器を装備したキャラクターの元素スキルによるダメージが 12% 上がって、継続時間が16秒と結構長持ちしますね。で最大3層までと。で3層の効果を持つ場合、該当キャラクターの全元素ダメージが、12% 上がりますよといった感じですね。まあね、見てもらったら分かる通り、普通にめちゃくちゃ優秀な武器ですね。八重美子が熟知特化のキャラクターだったので、まあ元素熟知をね、サブセル上げたりとか、武器効果上げるってなったらちょっとね、他のキャラクターとは併用しにくいかなと思っていたのですが、結構汎用的なね、感じの武器になりましたよと。回避ダメージ上がるのめちゃくちゃ偉いですね。はい。でまあね、この性能ね見てもらったらね分かると思うんだけどね、結構ツイッターでもね笑いになっていたのが、まああのね星4武器ですよね。はい、流浪学章、これと比べてどうなんかなっていった意見が結構あったんで、まあ、そこについてもね、まあ、触れていこうかなと思います。それよかったら最後まで動画見てくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。でまずこの武器、神楽の真意なんですけど、基礎攻撃力は608族ということで、放棄武器の中だったら第2位かなの基礎攻撃力になっていると思います。星5武器の中だったらね。でまあ流浪学章との比較になってくるわけですが、流浪学章のレベル90時の基礎攻撃力が510なんですよね。で、まあ、この時点で相当差があると、まあ、もちろんね星4武器と星5武器ですので、まあ、基礎攻撃力の差があるわけですが、原神ってやっぱりねこれだけね長くやってる人だったらね、まあ、感じていると思うんですけど、基礎攻撃力の高さっていうのは本当に、まあ、正義となってるわけですよね。ちょっとね場合が違うんですけど、あの空手剣でいうと、あのキリギリの開口がなんで強いかって言われていると、この武器ってもちろんサブステで会心ダメージが上がることと、あとは武器スキルによって全元素のダメージがアップしますので、どんな空手剣のキャラクターでも使用することができるといった感じもあって優秀と。その前に言ったね岩盤決力、これもねシンプルに会心率が 44.1%、 このね会心率 44.1% 上がるのもめちゃくちゃ破格 でなおかつ武器スキルによって HP 基準によって攻撃力を上げるっていっても汎用性が高い武器になっているんですけど、やっぱ基礎攻撃力がいかんせんねレベル90時点で542と低いんですよね。まあ、ギリギリの開口と比べても130近く低いとなっていますので、まあ、現段階ね、生物とか、まあ、キャラクターのステータスにもよるんですけど、まあ、ギリギリの開口の方が優先しやすいっていう理由はそこにあるのかなと。で、まあ、今回の神楽の真意と流浪学章を比べても、まあ、基礎攻撃力がね100も違うので、やっぱりその生物のねサブステータスとかによって攻撃力パーセントを伸ばしていくと、やっぱりね最終段階の攻撃力の差っていうのは相当大きくなってくるわけですよね。うん、っていったのもあって、まあ、神楽の真意入手しなくてもいいんじゃないかなって思っている人に関しては、まあ現段階で八重美子を使う場合だったら、まあ、取っておいた方がいいのかなといった感想ですね。うん、ただねそうは言ってもやっぱりね流浪学章のいいところっていうのは星4武器ですので、まあ、突がしやすいといった感じでね、流浪学章の貫突効果に関してが、まあ、キャラクター登場時にねランダムでね曲を1個獲得して、まあ、攻撃力が 120% 上がるのか、全元素のダメージが 96% 上がるのか、熟知が480上がるのかと、まあね、これが本当に星4武器とは思えないぐらいバフ効果優秀で、まあ、もちろんね期待値計算とかねちゃんとやっておかないとわからない部分ではあるんですけど、貫突流浪学章を持っている場合に関しては、まあ、神楽の真意の入手の、まあ、優先度っていうのですかねは、まあ、少し低くなってくるのかなといった感じではありますね。うん、まあ、ただそう言ってもねやっぱり八重美子を使う場合だったら多分神楽の真意が強くなると思いますので、まあ引く必要一切ないというわけではないので、まあ、そこは注意かなといった感じですかね。でまあ次にね現段階の放棄キャラクターとどうなのかっていうことについて話していこうかなと、思います。でまあ神楽の真意のね、武器スキルのトリガー確認していくと、元素スキルを発動した場合に神楽の舞効果を獲得すると、でこれを3回獲得しなきゃいけないわけなんですけど、これがちょっとね、まあ、若干使いづらいかなっていった感想ですね。うん、元素スキルのダメージが3回ヒットしたとかだったら、例えばクレイちゃんみたいなポンポン爆弾だったらすぐに発動することもできるし、バーバラもね、まあ、元素スキル発動してリング展開しておけば、このリングを敵にこすりつけて3回ヒットすれば多分おそらくトリガーが発動するんだけど、まあ、今回ね元素スキルを3回発動なんで、
まあ、幻想スキルのクールタイムが短くなるとちょっと使いづらいかなっていった感じ。継続時間も16秒とね結構シビアになってくるので、まあ、もちろんねスクロースアタッカー型で使うなったらもちろん使いやすいと、まあ、スクロースはね幻想スキル2回使いますので、まあ、使いやすいかなといった感想ですかね。であとまあ演飛とかになってくると思うんですけど、まあ、演飛もね幻想スキルのクールタイム9秒なんですよね。あの間に合わないんですよね、3回発動と3区27なんで、ってなってくると、まあね、カグラの舞効果発動するためのトリガーが現状やっぱりヤエミコのような幻想スキルを複数回発動するキャラクターじゃないと、まあ、少し使いづらいのかなといった感じはありますね、なんでヤエミコを引く場合に関してはこのカグラの真意っていうのは入手しておいた方がもちろんいいとは思うわけですが、まあヤエミコを入手した後にじゃあこのねカグラの真意っていう武器、新しい武器を他の狂気キャラクターと使い回すために引いておこうかなと思っている場合に関しては、まあ、少し待った方がいいのかなと。それこそ流浪学章でも代用できる場合があると思いますので、そこら辺については少し待っておくのがいいのかなと。まあ、環境が煮詰まってきたらね、この武器の強化っていうのはまたね現段階だとねやっぱり武器効果とね、基礎攻撃力の部分しか分かってこないので、またねこの武器ヤエミコが登場した、まあ、1週間後ぐらいかなにね、強化固まってきて、僕ももちろん動画出すと思うんですけど、それまで待っておくのが得策なのかなといった感じですね。次にイベントで無料配布される星4武器について見ていきましょう。星4武器、誓いの名刀であってるかな。で基礎攻撃力が665族、まあ星4の宝器武器の中だったらナンバーワンかな。でサブステが攻撃力パーセント 27.6% 上げると、で武器スキルに関しては元素スキルを発動すると元素チャージ効率を 24% 上げますよと、継続時間が10秒といった感じ。まあこれ無突の状態なんで、貫突するとまあどれぐらいいくかわからないけど、まあ 50% くらいはいってほしいかなといった感じですかね。では見ていくんですけど、まあまずね基礎攻撃力が一番高いですので、まあアタッカーの砲機に持たせるのはまあワンチャンありくらいかなといった感じなんだけど、武器スキルがね元素チャージ効率アップになってくるので、個人的感想として現段階で使うのだったら、リサ、モナ、サンゴノミアかな。リサに関してはやっぱり元素爆発が重たいんですよね、本当に80毒っていうこともあったりして。ただそうは言ってもね、このねリサさんの元素爆発ってのは相当優秀で、これですね、元素スキルの攻撃を受けたね敵の防御力を 15% ダウンと、このゲーム防御力ダウンってめちゃくちゃ優秀なんで、そう考えるとリサさんに持たせるっていう選択肢は全然ありかなと。あとモナですね、モナに関しては元素チャージ効率を基準にね強くなっていくっていうキャラクターだったりするので、まあワンチャンありかなぐらい。でもおそらくね見た目で分かっていると思うんですけど、サンゴノミアここ見と持たせたいって多分運営さん思っているとは思うんだけど、サンゴノミアに持たせる場合ね武器のサブステ HP アップの方が良かったんじゃないかなってちょっと思ったりもしますね。ただねサンゴノミアって元素スキルのこのバケクラゲですかね、これがね元素のね粒子のね生成量ね、もちろん優秀なんだけど、サンゴノミアの元素爆発がね、70族若干重かったりするので、って考えるとねちょっと足りなかったりもするわけですよね、使ってる人だったら分かるとは思うんだけど、なんでそこら辺補ってくれるのかなと、いった感じはするので、サンゴノミアに持たせる場合は全然ありよりではあるんだけど、どうなんだろうね本当に。なんか武器スキルだけこうやってバンって見ると、元素チャージ効率を基準に火力を出すキャラクターってなってくると、モナちゃんかな、あとは普通にリサさんとかでも全然使えるとは思うんだけど、サンゴノミアに打たせる場合がちょっとどうなのかなっていった感じは個人的にはありますね。これに関しては武器登場してからまたね環境に詰まってきたら評価が変わると思うんですけど、もちろんねイベント配布の武器なんで貫突するのはみんな前提としてねあるとは思うんだけど、今後使っていくかって考えた場合はちょっとね現状だとちょっと判断しにくいかなと。基礎攻撃力が星4武器でナンバーワンになってくるので、そういった面でね使う場合は多いとは思うんだけど、どうだろう、これに関してはちょっとコメント欄で意見聞きたいっすね。本当にこの新しい星4武器も含めても、新しい星5武器のカグラのシーン含めても、ちょっとコメント欄でね、これ引くべきかとか、こういうキャラクターに使ったら全然使えるんじゃないかなっていうのを、書いてくれたらね、僕自身含めても見てくれたね視聴者の人に関しても参考になると思いますので、よかったらよろしくお願いします。てなわけでね、今回の動画は以上になるわけですが、ヤエミコ実装まで残り3日ですかね、来週の水曜日に実装されるわけなんで、本当に
楽しみですね。こんなゴリゴリアタッカーのキャラクターだとちょっとね、個人的には引きたくなってしまう性能ですので、まあね、バージョン 2.5 ですか、次のアップデート楽しみに待っておきましょう。最後にご評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは。